はい、どうもゼロゲンと申します。スーパーマリオランド2の6つの金がですね、続きをやっていきたいと思います。前回までこのパンプキンランドだっけ、名前がまでクリアして、金貨は現在3つですねまで手に入れておりますけども、なんだこのガリバー飛んでるみたいなのは。はい、で残り3つですね。はい、マクロゾーン、ここから行きましょう。これあれかな、マリオが小さくなったってことか。パッペッペッパッポーパーブネーデー、ちょ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 なおんね。ほい、バニー、よし。まあ順調にいけばそんなに時間かからないんじゃないのかなと。めっちゃ油断してますけども。よいしょ。ああ、おいそれは、それは聞いてない。それは聞いてないですね。そうきたか。急に、アリなのに、突然、トゲ入るやん。どういうこと？トゲアリってこと？これと気になるな。これトゲありやろ。ほら。知ってんねんで。ちょちょ、処理落ちが。処理落ちがやばい。うん。あ、これ。え？突然？何？ああまたスター出てる。どういうこと？あれ何？どういうこと？あの土管行くためにはあれか、あそこの一番右の隠しブロック出しちゃダメってことかな。ダッシュで駆け抜ければよかったんか。了解しました。了解。どこだっけ？まだ先か。さすがに。あ、危ない。ここやな。で、ファイヤーにな、おお、ファイヤーになった方がいいのかな。よし、こう、こう、こうや。ん？なんだここ。おお。お、ボーナスステージ？お、ボーナスステージ？なるほどね。こんだけあった。よいしょ。まあ、プラマイゼロではないけども。これ、また戻るの面倒。あぶね。あるね。ん？そんなに？と、またか。なんかこういうの多いな、意外と。はい。ここはなんだ？あ、エクストラステージ？エクストラステージ？おお、なんだこれ。わ、すごいショートカットしてる。あー、待ってこれ。ここはちょっとまずい。バニーマリオが欲しい。バニーちゃんが欲しい。ああ、ファイヤーじゃ、ファイヤーな、ファイヤーじゃない。ほっ。ここ、やばい。バニーが欲しい。バニーガール。強制すくみずはまずいな。これ間に合うか？ほんまにあった。イエーイ。
テン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 テトン。パパパピピ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 。お、なんだ、なんか壊してる。お、なんだ、おい、下、下、あ、いけそう。あはそれは聞いてないね。それは聞いてない。はっ、もう、あここ超むずいんですけどここ超むずいんですけどふっ、あそこまで行ったのがわりかし奇跡やぞ。危ねえよしトゥ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 、で、ここよし。で、あそこの先に行くかどうかやな。落ち着け。お、危ねえ。なんであれ壊せなかったんだ。ふっ。よし。もうこれボスのとこ行っちゃった。いいのかな。いいや。行ったれ。行ったれ行ったれ。お。あ、お前びっくりした。当たってもいいのか。うん、ここやな。それは危ねえ。それはなかなか危ないね。これなんかありそう。なかったわ。あ、バニー、今いらねえ。今じゃねえ。あ、マリオ。お金めっちゃ稼げるな、しかし。あぶねえ。あ、うっそ、当たったか、今。今当たりました。あー、今当たりました。今の当たったね。とりあえず中間。え、トゲドのところに行くのがあるけど、このマリオランド2ってさ、アイテムとか取ってもなんかその場で一時停止しないんよな。考えたら珍しいよな、わりかし。それはカーペイ、カップカップ。よし。お、来た。なんだこれ。なんだ。あ、びっくりした。ネズミ、ネズミちゃん。3D ワールドにもなんかいたな。なんか土管から土管に移動するやつ。あ、よし。オッケー。そうか、マクロゾーンだからネズミがでっかくなってるってことか。これ今更すけど、俺なんか順番間違えてない？これ左回りだったんじゃないの、本当は。なんかえらい難しいところからやってってるような気してんだけど、これなんだ。何これ、何これ、これはなんだ。あんちゃちゃちゃんちゃちゃん、はいはいはい。トゥ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 、ここは何。おすげえ出てくるけど、クリボー、クリボーさんが、ボークリが。またファイヤーだ。
何これ、何これ。ここは何、ここは何ですか。どんどんクリボーさんがやられていくだけのステージになってるけど、え、これ全然覚えてない。何これ。何これ。あ、終わった。何これ。何なの。え、今何だったんだ。ちょっとスロットしよっかね、一回。ドゥッドゥドゥ。999まで。あー、まあでも999一回はやっといてみたいよな。ちょっと貯めるか今、じゃあ。てか999にするまで貯めてみよう。貯めてみよう。あれ、これどこ。ここか、左か、ここやな。おお、カバー。なんかこのカバー覚えがあるな、若干。あ、はあ、あったあったな、これ。これなんなんやろ。鳥さんやめてくださーい。いいぞ、ここで結構お金はか、あー、ぶね、あー、あー、よし、これチリンチリンチリンっていけるんちゃう。これほら気持ちいい。いやそれは聞いてない。あれ、ファイアマリオのままや。俺、くそ、翼を失った翼を失ったマリオ。よいしょよいしょ。え、これ絶対上の方がいいやん。くそー、絶対上の方がええやん。外れってこと？これこれ上のゴールに行かないといけんのか。これ絶対上のゴール行かなあかんやん。じゃあ、じゃあ今度安全第一で行きます。でもこれガチャリチャリチャリンっていうの面白いんだよな、これ。まあお金稼げるからそういう意味ではあり。上の方もうちょっと見たい、ちゃんと。トゥ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 。まあでもこのコインはちょっと稼ぎに使いたいですねーと。危ないですねー。あぶね、はっ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 。安全第一。よし、こうだ。今度は上のゴール来た。よっ。もういいわ、これもうどれになってもわからんから。ファイヤーだ。
あ、来た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 。スペースゾーン。な、この宇宙のところは若干なんか、やった覚えはあるぞ、ちゃんと。ここはなんか印象深かった気する。ちゃんとなんか、被ってんだよな、マリオさん。頭。うぃー。うぃー。うぃー。宇宙虫。よー、届いた届いた。とう。やっぱ宇宙だからふわふわしてる。よくよく考えたら、じゃあマリオってあれやな、ギャラクシー以前に宇宙来てたんだな。そう考えると。よいしょ。うわ、届くかこれ。届くね。なすげえ お金もらえるな、ここ。あ、もう900枚。999いくぞ、意外と早く。気持ち悪いな、この月の絵。気持ち悪いな、なんかちょっとな、ずれてるずれてる、なんかラグで、ラグなのか、処理落ちか。あー、だったちゃっ。なんかあそこ上壊せるところあるな。上壊せるとこあるな。あ、やべ。あ、今ゴール上のところ壊せるとこあったな。なんだろう。すごく気になります、私。まあいいや、ボス。うわ、バルーンファイト。あ、これずっと飛べるんか。スタフィーの偽物がいっぱいいる。バルーンファイトやこれ。ほっ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 。お、戻った。あのキノコ石持ってる。効かない。やばい、イライラ棒や、イライラ棒。あーん。普通のマリオになっちゃった。あばあばあば、ちょっとやばい、ちょっと俺の指が危ない、挟まるとこや、死ぬ。怖い、若干処理落ちするのが怖い。なんだこいつ、なんだこいつ。まだあんの？長いな。マリオメーカーとかで作られそうな構成や。長いな。強制スクロールだから余計に長く感じる。これでよかったのか、使い方。お、終わりか。終わりっぽいですよね。あ、999枚たまった、イエーイ。タタンガ。タタンガじゃないですか、お久しぶり。いてえ。これあれっすね、マリオランド1の敵っすね、ラスボスか。あれ、あ、弱。マリオランド1のラスボスでデイジー姫をさらった張本人やな。そうか、こいつボスか、ここの。宇宙海賊だっけ。なんかあまりこいつについても深掘りされないよな。
クッパみたいなずっと悪役で居続けられるほどのカリスマ性はなかったってことやな。もうちょっとねえ、なんか深掘りしてくれても良さそうな気するけど。よし、じゃあちょっと999万円やってみるか。これなんだっけ、すげえ、なんか全部豪華、えい、うわー99アップあったって。99アップあった、あれ欲しかったね。ツリーゾーン、まあまあもう40機あるから、まあまあまあ大丈夫やろ。つうかこれここのゾーンこそ一番最初に来るべきところだったんじゃないの、これ。これなんかすごく初期ステージ味がありますけど。これ一番最初に来るところだったんちゃうの、これ。これ完全に反対回りできてたからあれだったけど、絶対こっから来るべきやろ、これ。よいしょ。あ、ほう、あ、あれ登れねえ。こっから行かないかのか。チビじゃないといけねえ。これはこうだ、バッカ。飛びすぎ。マリオさんがジャンプ力を見せつけていく。うん、うん、これはいいや、適当で。もっと火花早く、火花。ブルブルイ、あ、出た、これこれな。おお、なんだ今の、海牛よいしょ。小さい頃本当にウミウシって言ってた気するな、あいつのこと。本当の名前知らんけど。よいしょ。あ、ちょっと待って、メットモドキがいる、メットモドキ。ふっ、おいおいおい、あっ、ちょんぶりけ。あっ、あぶねえ。なんだここ、なんだ、すごく意味深クソバード。なんだここ、なんだこれ。お、バニーになれというのだな。届かないんじゃない、うーわー。やばいやばいやばい、これ高さが、あーブス。惜しい。惜しかった。あ、危ないよ。うん、よし。お、もうだいぶ、あ、もうゴールやん。やったやったぜ、ベイベー。ほい。トゥルッテナンテラン、ダン。ディディルルルルルル。どっちにしたって残機増やしておきたい。おいおい。うん、まあいいけど。うん、どう見ても右の方がやばいんやけどな、これ。やばい方に行こう。どう見ても蜂の巣、芋虫。まあ持ってるやな。今みたいな虫でも嫌だっていう人おるんやろな、きっと。この背景とかも割と虫嫌いな人はしんどいかもしれんな。
地面とかの蜂の巣の模様なんだこいつ、ドッスンモドキ、ドッスンムシ、あの上なんかありそう、ない、なかったよ深読みしすぎお色悪っ駆け抜ける、そんなに長くなかった、あ、効かねえ、これ効かん、これは、あ、お前も効かんのかい、ファイヤー効かねえの多くない、あ、入れたなんだこれ、マリオワールドにあったあのボーナスステージやん、これペペ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 ペ、なんで卵が飛び出してきてんだ思った。ファイヤーファイヤー、アイスストーム、あぶねえ、トッペママパペット、フクロウなんだこのフクロウは、おお、味方なのか敵なのか、ちゃんと真上に行かないとわかんないな、ほっチンチン、あそこでスピンジャンプしたら地獄ですね、お、バニー、じゃあバニー取っとくか、お、あ、スピンジャンプできんことなったやんけ、あ、しかもいけね、まあいいわ、いらねえもん、コインなんかいらねえもん、食べ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 、お、あ、来たボス、キモ、あ、なんかいたなこんなやつお、こうやろどうせどうせこうやろ、これさ、ほら、いけたこれもっと最初の方から3回踏めたんじゃねえの、頑張れば卵の中から金が出てきた、はい、というわけでこれで6つの金貨全入手いきました、開くか、開くんか、どっちなんだい、あーく、開きました、イエーイ、ドゥドゥドゥ、早かったねよいしょ、お金ないな、まあいいや、ちょっとこれは貯めとくかさすがにね、はい、というわけでね、ちょっと今回はここで切ろうかなと思います。はい。ついにね、もう全部6つの金貨集め終わりましたので、ワリオが待つワリオ城に、まあ、マリオの家なんだけど、ワリオ城にね、次回行こうかなと思います。はい。
というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。